やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日一問目です。パワーストーンなどのブレスレットについて、左、右、どちらにつけたら効果があるか。願い事によってつける腕は違いますか？ほう！なるほど。左、右、いや、場合によって、場合っていうかなんか、ね、願いによって変わるか。もう三択でいいかしらね。左、右、願いによって違う。全部イエスとか出たらどうしよう。何でもいいってことか、それは。全部ノーの場合はどうしよう。どうしよう。ブレスレットね、そうよく言うよね、なんか、左はこうで、右はこうで、みたいな。左、右、ズバッと出ました。基本左かなって思ったの。右は陰者の逆でしょ？で、場合によっても違うって出たの。なので、なんだろう、右はなんか特殊な時なのかな？ね、陰者の逆ちょっと暗いから、なんだろうね、ネガティブな願い事とかないよね。なんだろう。願い事は基本赤、希望に見せたものなんでね、なんか、なんだろうね、これ。とりあえず、左腕でいいと思う。ただ、場合によっては右の時もありかな、みたいな感じが出ましたよ。ちょっと長いので書かないけど。まあまあ、基本左でいいと思います。はい、続いて、トヨタとトヨタグループは今後発展するか。今後、世界は今か。EV 市場からハイブリッド市場に変わろうとしているのは今後そうなるか。日産グループは発展するか。もうこれ全部一枚引きでいいですかね。本当はケルト十字とかの方がいいんだろうけど。車もね、またやろうか。自動車の、いろんな企業を占うコーナーで。車もまたやろうかね。この動画見たら誰かコメントに書いといて、車だなってって。忘れそう。今こうやって喋ってるけど、瞬時に忘れるからさ。トヨタとトヨタグループは発展するか。太陽！うん、イエスで。で、ハイブリッド市場に変わろうとしているのは今後そうなるか。ノーなんだ。で、日産グループ、死神の客、イエスで、はい、手箱出ました。なので、トヨタとトヨタグループイエス、ハイブリッド市場はノー、日産グループ発展するイエス、はい。イエス、ノー、イエスで。続いて、出雲の、読めない！なんて、何祭りって言うんだろう。数年前行った時、それが終わった瞬間に観客が全員、うおーっと目の色を変えて、焚き火の炭や、なんか紙、ごめんね、なんか神社系の、言葉が分かりだなすぎてごめんなさい。とにかくなんかそういうのをね、ありがたい系のものを奪い取ってました。私はびっくりして、唖然として見つめていました。この行為はもともと、このお祭りでは許されているのかいないのか、タロット、ネットには出ていなく、タロットさん、この声はバチが当たるか。で、二番目が YouTuber、ジュリアインスタイルのジュリアさんのと、彼氏の、コウヘイ君のお互いの気持ちを見てください。まず、この行為は別にいいか、バチが当たるか。へぇー、ちょっと、よくわからないんだけど、どんな祭りなのかもわかんないし、どのぐらいの人数がでわーって一斉に行くのかもちょっと
全然想像がつかないんだけど。とにかく、すごかったんだね。はい。この行為は、タロットさん、どうですか？許されますか？ダメですか？ダメっぽいな。スポッと出ました。バチが当たるっていうほどのひどいカードではないけど、一応、なんか良くないよね。恋人の逆とか戦車の逆とかね。なんとなくやめといた方がいいかな、みたいな感じがしちゃった。なので、バチが当たるっていうほどの表現じゃないけど、やめておいた方がいいって。で、2番、ジュリアちゃんと彼氏のお互いの気持ち。本当は性あるかなで見たいんだけど、気持ち系は、1枚でいい。ごめんなさい。ごめんなさい。今質問があまりに溜まりすぎていて、反省していて、ちょっとね、ちゃちゃっと占うね。1枚で表すと、まずジュリアちゃん、左がジュリアちゃんからで、右が彼氏さんから、もう全然誰だかわからないまま占ってるけど、はい。ジュリアさんからの気持ちは、マジシャンの逆、嘘つきとかさ、騙されたとかつまんないとか、もしくは、で、彼氏からは世界、そのままの君でいいよみたいな感じ、ズバッと出ました。対策シーティーに弾が出てるね。なんか続かなそうな感じを受けちゃったけど、とりあえず気持ち、ジュリアさんからは良くないね。うん。楽しくない。もしくは、何かの技術不足って思ってるか、なんか嘘つきみたいに思ってるか。はい。続いて、YouTuber のちくわさんが炎上を急病し、去年やと復帰したのですが、また更新してない。そんな。確かに見ないね。あ、でも、復帰したんだ、一応。そうなんだね。なるほどね。また訴えられたのか、復活する可能性はあるか。なんかね、モノマネの線引きって難しいよね。まあ、その相手が嫌だって思ったら嫌なのかもしれないけど、でもコロッケさんもさ、コロッケさんとか先人たちもそういうのを経て許してもらったみたいなね、のはあるんだろうけど、なんか難しいよね。難しい。敬意を持ってやってるかみたいなところに焦点が当たるのかね、これ。なんだろう。わからないや。ミラクルヒカルさんも、ね、工藤静香さんとかどう思ってんのかなとか、いつも気になるけど。ね、先方は許せばいいみたいな世界なのかね。また訴えられたのか。なんか辛そうなカードが出たね。復活する可能性はあるか。うわ、微妙だね。ツバ取れました。ただ、対策注意点が太陽で明るいんだ。また訴えられたか。それは可能性あるね。確かに。で、復活する可能性。正義の逆。裁判次第かね。なんだろう。裁判の結果次第かな。微妙。両方とも微妙。なので、訴えられたかはイエスかもね。で、復活する可能性。いや、ゼロとは言わないけど、微妙三角って感じ。そう、でもこの辺がね、キーのカードがいいからね、マジシャンとか、創造性のカードで体温が出てるからね、うん。またいつかはやりそうな気がするけど、それはいつになるか、難しいね。イエスと三角で、はい。続いて、株、為替、またお願いします。これね、確か言われてから占ったんだ、うん。定期的にやるのでお願いします。で、次。日の絵馬の女性。これ、日の絵馬生まれの女性は気が強いのか。っていうのは、124回目と318回目で占ってるので省略します。はい。見てください。続いて、2月14日、バレンタインデーです。はい。私たちが存在している銀河の中で地球以外に昆虫に似た生物は存在しますか？昆虫は宇宙人説が私の中でどんどん高まってるんだけど地球のものじゃなさそうだぞみたいな。だから他の星にもいそうだよね、なんとなく。いる気がするんだ、なんか。
あいつら水とかなくても生きていけそうなんじゃない、なんか。よくわかんないけど。ね。他の星とかいそうだよね。いる気がするんだな、なんとなく。昆虫に似た生物が地球以外にいるか。絶対あいつら宇宙人だと睨んでんだけどね。こんなにさ、人類がさ、うわーって思う生き物いる？あんな G みたいな。ね。ゴキみたいなやつ。あんな存在。あんなに、大部分の人がさ、ギャーって思う生き物、おかしいよね。なんかおかしいと思うんだ。え、審判の逆なの？いないの？そうなっちまっと出ました。銀河の中。私たちが存在している銀河の中。銀河の中。銀河系のまた別のとこならいるとか。どういうことだこれ。星にいないのかな。地球以外に生物が存在。難しいね、これ。真ん中に太陽がいるんだ。地球限定なのかな？いやだ、なんかそれもそれでムカつくよね。なんで地球来たんだよ、みたいな。ちょっと、わかんない、三角。真ん中に太陽がいるのも気になるし。太陽系にはいないってこと？でも、まあ、ご質問者様が銀河系、銀河って言ってるでしょ？太陽系だけじゃないんでしょ？いやー、どうだろうね。どうだろう。その対策ついての工程も気になるね。どっかにありそうだよね。銀河じゃなくてもっと外れればいるとかかね。ちょっと難しいから三角ってちょっともうよくわかんなかった。よくわからなかった昆虫。うん。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マチュール。会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。二つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方はズバコンがおすすめです。ブライダルパートナーズさんっていうとっても成婚率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。三つ目、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。四つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、ゴジラマイナス 0.1 って読むんだっけ、これ。で、活躍された俳優の、吉岡さんね、ジュン、ホタウのジュン、ジュン、はい。2024年1年間の仕事運、良い悪い。結婚または交際している方はいますか？もう、北の国から、ね、弱々しいキャラが、現実世界でもちょっと、若干、そう、北の国からそのまま飛び出しちゃった感が、こう、自分の中では、彼に対するイメージがあるんだけど、ちょっとこの、ちょっと頼りないみたいな。はい、仕事運いいか悪いか。すごい良さそう。ズバッと出ました。いいと思います、仕事運は。で、結婚または交際している人はいるか。いるかなぁ。ああ、いるかもね。ズバッと出ました。さ、対策注意点に死神が出るのが、また、ジュンっぽいよね。ごめん、ジュンって呼んで。もう私の中でジュンだから。いやー、いると思う。いるけど、続くかどうか、ね、死神に注意みたいな感じが出ます。イエスで、はい。結婚どうかな？交際かね。続いて、学校に持っていく、ごめん。めっちゃ別の部屋で夫が猫のお皿蹴ってすごい音がした。学校に持っていくお弁当のことで質問です。はい。冷蔵庫、電子レンジは使えない。ね。食中毒対策で良い方法は 1,2,3。はい。しっかり冷まして、朝に加熱調理、しっかり冷まして、朝に加熱調理。
粗熱取れて、ぬくもりがある程度で詰めて、3、前日の夜に加熱調理、詰めて冷蔵庫に入れて、冷蔵庫からそのまま、どれがいいか。お弁当、私が一番嫌な家事っていうか、本当に。まずめんどくさすぎて、もう3しかしないよね。前日に全部やっちゃって、冷蔵庫に詰めちゃう。で、冷蔵庫入れといて、朝、もうパーンって、持ってけみたいな。1。1良さそう。2、2、3、3ダメなの?3 やってるって言った瞬間3がノーって出た。ズバーンと出ました。前日の夜加熱ダメか。ちょっとでも数時間でも新鮮な方がいいのかな、これは。丸1か丸2で。夜ダメなの?わ、めんどくさ。めんどくさいね。もう女帝の逆見るとなんかお母さんたちの、って顔が。大した宇宙点だわ。そっか。いや、1が完璧だと思う。1が完璧。まあ、2、まあまあ、みたいな。3ダメか。1か2で。はい。夜メイクを落とさずに寝ると肌が老化するのは本当か。はい。じゃあ、夜メイクを落とさずに寝ると肌はどうなりますかってきます。悪いカードが出たら。老化、そうね。うん。汚れ。メイクを落とさず寝ることもあるよね。寝落ちちゃったりね。もう限界みたいに。なんかリビングで寝ちゃうとかあるよね。あるある。化粧を落とす。そんな体力すらない日。あるある。はい。メイクを落とさずに寝ると、あれ、意外と大丈夫じゃない?ズバッと出ました。老化、頬の逆。確かに老化しそうだけど、でも、復活再生する人間の力の方が強そうな気がする。なので、確かに老化みたいなキーワードは出てるけど、老化するけど、でも、こう再生能力っていうの、人間の、もう、こう再生していく力強さみたいなので、痛み分けみたいな。痛み分けってこの肌で使うか分かんないけど、結局プラスマイナスゼロじゃないかしらって思った。なので、老化するのは本当かって言われたら確かに本当かもしれないけど、大丈夫だと思う。なので、なんて答えたらいい?老化するのはイエスっぽいけど、イエスだけど大丈夫。で、はい。こんな感じで。はい。では、今日は以上になります。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。